ブラック日カは日カウイスキーが製造し、朝日ビールが販売するブレンデッドウイスキーである。本校では便宜上、ウイスキーのほか、同シリーズに属するハイボールおよび水割り等の RTD 系、缶入り、瓶入りアルコール飲料についても記述する。1956年、モルトウイスキーに中性スピリッツを配合したスコッチタイプの本格ウイスキーとして発売。 1965年発売の新ブラック日課から、モルトウイスキーにカフェグレーンを配合した。2019年5月現在でも主にウイスキーをハイボールにして楽しむライトユーザー向けのブラック日課クリアを主軸に、初号ブラック日課の流れを組み、昔ながらの王道的な味わいを好む、保守的なアインカ向けのブラック日課スペシャルやブラックッカクリアから、ステップアップしたウイスキー初心者向けの ブラックニッカリッチブレンド、ピートからもたらされたスモーキーフレーバーを強め、アルコール度数をさらに高めたヘビーユーザー向けのブラックニッカディープブレンドなど数種類の派生商品を含め販売される。なお、現在の主力商品となるブラックニッカクリアはピートを一切使用せず熱風乾燥させたスモーキーフレーバーのないモルトを使用する特徴がある。これは、 スコッチウイスキーに反を取る日本のウイスキー作りにおいてそれまでにない発想であり、ウイスキーの持つ独特の苦味、香りなどが軽減された反面、従来のブラック日課にあったスコッチウイスキーに類似した風味と香りが失われたという見解も決して少なくない。2016年には前年比15%の321万5000。 ケースと4年連続で過去最高売り上げを更新。2017年1から3月も同様に25%と好調に推移している。その結果、日本国内における国産ウイスキーの年間販売本数で長きにわたってトップを守り続けているサントリーの各瓶シリーズに次ぐシェアの国産ウイスキーとなった。ブラック日課のラベルキング・オブ・ブレンダーズ・ブラック日課クリアブレンド星印は ペットボトル入り製品 in は紙パック入り製品2015年1月に発売された初号ブラック日課の復刻版。1956年の発売当時のラベルの衣装が用いられており、既存のブラック日課スペシャルや後発のブラック日課ディープブレンドなどと同一の形状のボトルに入っている。ありがとうございます。